バッカイ駅は北海道稚内市バッカイ村座、クトネブツにある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W78。電報略号は初。2021年時点、無人駅としては日本最北に位置する。1977年のバッカイ駅と周囲約500メートル範囲。上が稚内方面。 隣の伊佐口駅を180度向きを変えたような駅で、相対式ホーム2面2線と、駅舎横の輪っか内側に、貨物積み下ろし場と引っ込め線がある。外側の名寄ろ側にも引っ込め線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語のパッカイペ、あるいは、 パッカイスマに由来する。バッカイ市街の外れにある、バッカイ岩に由来する地名で、それが子供を背負ったように見えるためにつけられた。2019年度に、JR 北海道が、宗谷本線沿線自治体で構成される、宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む29駅を自治体負担で、維持管理、または廃止するかを2020年3月までに、 判断するように求めた。その後、総野本選活性化推進協議会が当駅の廃止を容認し、2021年3月のダイヤ改正時での廃止が予定されていた。しかし、2020年6月3日付、北海道新聞では、稚内市と当駅住民との協議が続いているとの報道がなされ、同年7月28日に稚内市が地元住民に対して、 説明会を実施した。同日の説明会で、稚内市は廃駅になっても駅舎は残る見通しや、スクールバスや乗り合いタクシーでの運行による代替案を示した。これに対して、地元住民は、スクールバスは買い物などとの時間が合わず、現実的でない、相乗りも予約が必要で不便だといった反発や、観光への打撃を懸念する声が上がった。 同年8月12日に行われた地元の区とね別、町内会と稚内市との意見交換会では、稚内市は駅の利用状況や代替交通手段などを示したが、町内会側は、宗谷線が存続する限り廃止は賛成できない、といった廃止を反対する声が上がった。2020年9月24日に開かれた稚内市の定例市議会では、市長の工藤博士が、 合意がなければ何も決められないということはない。どの道を選択するかは私に与えられた使命と、存泊の判断は、地元住民の合意がなくても可能であるとの考えを示した。上記の市長発言後も地元住民や鉄道ファンによる、存続を求める運動は続き、2020年10月10日には、輪っか内駅からの普通列車で同駅を訪れた20人が、地元産食材で作った。 ばっかり駅弁を食べて、駅存続をアピールするイベントが開かれた。JR 北海道は駅を存続させる場合の維持費を年間約126万円と提示しており、存続となった場合の駅舎修繕費などに充てることを目指す募金活動も、宗谷北線盛り上げ隊などにより行われた。同年11月21日には、当駅の存続に向けてアピールした動画を、 宗谷北線盛り上げ隊が YouTube 上で公開した。なお、同日は地元有志団体によるシンポジウムが稚内駅にて開催され、同駅からの普通列車で当駅の視察ツアーなどが実施される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の急増や大雨による列車の運休により中止となった。また、地元有志団体は当駅の駅舎維持費に充てる寄付金集めや、 署名活動などを実施している。2020年12月7日のか内指定例議会の開催前には、地元の幕会、クトネ別の両庁内会が市長の工藤に対して、当駅存続の要望書や観光への利活用に関する提案を提出した。また、総や本線存続を願う地元市民団体は、全国から寄せられた100人を超すオンライン署名を提出した。 2020年12月7日に開催された輪っか内指定例議会の一般質問に対して、工藤は、そう遠くないうちに判断すると述べ、近いうちに当駅の存在を判断する考えを示した。また、工藤は、駅を残したいがゆえに無理をして何かをするということでは、長続きしない、お互いに可能な限りの時間をこの問題に費やしたいと述べ、 存杯の判断時期の明言を避けた。定例議会は同月10日に閉会したが、前述の通り当たり駅存続に向けた提案や署名が提出されたことから、か内氏は存続の可能性を探るために地元との協議を始め、2021年明けには2回目の会合を開催した。2020年12月9日、JR 北海道は2021年度より当駅を 含む18駅を地元自治体による維持管理に移行することを発表した。また、稚内市は地元住民との協議の継続が必要で、当面維持管理費を負担せざるを得ないとして、2021年度の維持管理費を負担することを決めた。これにより、2021年度は現状維持で存続することが決まった。稚内市は2021年度当初予算案に、 罰会駅の維持管理費として約101万円を計上した。2022年度以降の損廃については現在、決定しておらず、地元住民と協議を続けることとなっている。2021年6月時点で、罰化内市は来年度以降の維持費を負担する予定はなく、2021年度の地元の駅存続への取り組みを評価した上で判断するとの姿勢を示している。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換が可能な交換駅となっているが2021年3月現在のダイヤでは定期列車の交換はない過去には臨時列車が当駅で列車交換を行ったことがある互いのホームは駅舎側ホーム南側と対向ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡している駅舎側が下りの一番線 対向川ホームが上りの2番線となっている。その他1983年4月時点では2番線の朝日川方から分岐し、対向川ホーム横までの行き止まりの側線を一線、有していた。この側線は1993年3月までには撤去された。ホーム上の花は約30年前から地元住民が世話して飾られている。 輪っか内市管理の無人駅となっている。駅舎は校内の西側に位置し一番線ホーム中央部分に接している。数年前に海側の外装を修復したものの開業時に建築された木造駅舎が現在もそのまま使用されているが木製板張りの劣化が激しく一部がサイリング張りに回収されている。また修繕時期により材料が違い。 パッチワークのようになっている。正面出入口部分の形状は改築され、雪が入らないように、雪切り室と呼ばれる二重扉になっている。駅舎内には、駅ノートが置かれている。ホーム側には貝殻を貼り付けた文字を利用した、駅名板が掲示され、当器間の地吹雪が激しいため厳重なおいで、囲まれている。トイレを有する。当駅は、日本最北の無人駅、かつ、 最北の木造駅舎がある駅でもある。また、最北の秘境駅でもあるが、車でのアクセスも容易なため地元住民以外に、レンタカーなどで訪れる観光客もいる。なお、最北の列車交換可能な駅は、隣の南は加内駅である。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。バッカイの由来となった、バッカイは、道道106号は加内手塩線の沿線にある。 当駅は海岸沿いのバッカイ市街から離れた内陸の丘陵上のクトネ別地区に所在する。駅前には道路以外は雑草が生い茂り、数個の朽ちた住宅や小屋などがあるだけで店舗などはない。駅付近には北海道道510号バッカイ、カブト沼停車場線が通過しており、県道まで出ると牧草地が広がっていて、南下するとイサムチ市街。 精神すると海岸沿いを走行する北海道道106号稚内手塩線に通じている。バッカイの市街地は道道106号を手塩町方面に 2.0km ほど下ったバッカイ漁港付近にある。駅には5月から10月のみ地元町内会が運営するレンタサイクルがある。当駅はしばしば映像作品のロケーション撮影に用いられている。ありがとうございます。